こいつは逃げに入ったな。はい。完成度高いねこれ。笑っちゃう。笑っちゃう。どういうこと？はい、土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーです。はい、あ、今回は、はい、今回チェックしてた車はシビックのタイプ R ですね。ほう、大好きな車ですよ。いや、ベースがめちゃいいもん。いいですよね。で、この車を作り上げたのがアフターパーツメーカースプーンの城本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、スプーンといえばもうホンダのチューニングメーカーですよ。それよりも土屋さん、昨年ですよ、スプーンでレースに復帰されませんでした？復帰っていうか、まあこの男がアメリカでちょっとレース25時間レース出ないっていうから、じゃあ1時間ぐらい乗るよって言ってきた。何時間乗ったの？2時間乗ったね。おー、どうだったんですか？普通に乗ったよね。体力的にね、おっさんだから2スティントは無理なの。1スティントだけだったらいいよって2回乗せやがった。あー、結局そうそうそう。でも大丈夫だったんだ。大丈夫だったよね。大丈夫ですよね。まだまだ全然現役だから、多分シフトパコンって引っ張っても、復帰しちゃいますか、このまま。しない。あれ、しないの？しない。たまに乗るからいいの。なるほど。そういうことは。今回のテーマは？今回のテーマ、うん、はい、お願いします。テスト車両、こいつは逃げに入ったな。テスト車両ですか？ちょっと待ってテスト車両だとさ、テスト車両って何、意味は分かんないんですけど。あのですね、はい、前回軍祭で乗ってもらいました、うん、その時はもう世に出している、うん、まあ、私たちが世に出している市販品を、うん、つけて、はい、これでどうぞ乗ってくださいっていう、そういう状態なんですね、はい、まず軍祭で乗った時はさ、うん、全然車庫調でもなんでもないんだよ、うん、だけど乗り心地はいいわ、しっとりしてるわ、うん、これでいいじゃんっていう。スプリングだけだよね、あれ。そうです、あれスプリングだけで、めっちゃ良かった。今回のは何を変えてる、うん、何を変えてる。今回足を実はレースに出るための足を入れてるんで、うん、もう全くストリートっていう領域ではない。スプリングレートもそうですし、ダンパーフォースも全てがそういうレース向けのセットっていうのを今入れてるんですね、うん、それはレーシングカーの開発のための、うん、下準備として、まだレーシングカーが日本では完成してないんで、うん、だけどもう足のセットっていうのはどんどん進めていきたい、うん、そうするとまずこの車で、うん、もうベースセットっていうのを出して、うん、そのためのテスト車両に今変わってるんですよ。 S 帯に出るんだ、これでです。あ、それのテスト車両。足回りと。そうです、足だけです。あ、今これに入ってるのは足だけだから、それ以外は市販パーツ、うん、エアロもね。そうです。なるほど。え、これはじゃあコンプリートでいくら、はい、足を抜いた金額、うん、抜いた金額で、ベースプラス200。ああ、エアロに給排気だとか、うん、マフラーで、あとリアウィングとか、はい、足抜いて200、うん、タイヤホイールもありますし。あ、そうだよね、タイヤホイール高いもんね、うん、そうですね、そうなんだよね。今回はその足を、まあ、ちょっと土屋さんに先にテストしてもらおうかなみたいな、まあ、アメリカで元気よく走ってもらえたんで、はい、じゃあ日本でもテストドライバーとして、なるほど、仕事してもらえるかなっていう下心だけです。なるほど。今日はテストドライバーです。テストですよ、テスト。テスト車両だから。ちょっとやってみましょう。はい、ちょっとテストしてきていただいて。はい。でもこのホイールかっこいいね。うん、かっこいいよね。うん。かっこいい。エンジンは一緒ですね。一緒です。はい。パワーは上がってないの？パワー上がってます。上がってんの？うん、プラス30馬力の。おお。行ってきます。はい。スプーンのテスト車両行ってみたいと思います。30馬力アップ、 S 帯に2024年から出るという、まあ、そういう目標があってこの車を開発車両としてね、テスト車両として作ってんだろうね、まあ、そりゃそうだ、足硬いわ。
あったまんないね。足は硬いわ、これは。パワーはあるな。はい。完成度は高いね、これ。完成度めちゃ高い。まあサーキット専用車両だから足は硬いのはしょうがないよね。いやー完成度高いわ、これはもうサーキット専用車両だよ、これ。これはサーキット専用車両だ。めっちゃいいわ。あ、これね、一般の道だともう硬すぎて無理だけど、サーキットを走るにはめちゃいいね、これ本当に。まあ開発車両だからね、テスト車両だから、その足が硬いってのはもうしょうがない。これでやっぱりこう2024年S帯にね出るレース車両の開発だから、いやだけどトルクの出し方、パワーの出し方、あとはこうブレーキ安心感、めっちゃいいね。いやそれにしても硬い足だ。こんなに硬くしなくてもいいだろうっていうぐらい硬いわ。笑っちゃうっすね。いや笑っちゃうよ。笑っちゃう。どういうこと？足以外は素晴らしくいい。お足は、うん、これはね、もうレース車両の開発車両だからしょうがない。なるほど。うん、硬いんだよ。うん、もうロールもしないし、だからその俺がサンダーヒルで2023年乗ったのはこう動くわけ。これはね、うん、動かない。もう本当なんかもうビターっと。あの日本のサーキット、まあ、特にが高い、うん、あのこれからやろうとしているのがあのその富士なんで、うんうん、あそっか、富士に合わせちゃってるんですよ、うんうん、それで合わせ込むと、うん、まあ、サンダーヒルの足だったらまだこっちの方は少しはいけるんですけど、まあ、ね、うん、でも富士はアベレージスピードが高いし、はい、ね、平均速度も高いし、この足というのは例えばこれテレビ見てる皆さんが手に入れる、そういう手に入れることはできるけど、うん、こういうレース用の足ってのはクソ高いよ、うん、まあ、金額もそうですけど、あのスイートスポットがものすごくこう狭いんですよね、うん、性能が高い代わりに、うん、レンジが狭いんで、うん、さらにセットアップの要素が多すぎて、うん、あの素人ではセットを出すまでがもう素人ではねセットアップできない。なるほどね。あのバンプリバンプを調整できるから、うん、普通の車高調って、まあ、沈み側を硬くするとか伸び側を硬くするとかってね、でレース用ってものすごい細かいセットアップが必要。うん、ということはこれは、まあ、レース型の専用って。あ、そう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 。うん、なるほど。だからまあ足以外はいいよ。足以外はいい。じゃあ、ね、このじゃあテスト車両と、ね、はい、いうテーマでしたけれども、土屋さん10点満点で判定していただけますでしょうか。8.5。8.5。それでも 8.5。 結構いい、ね、いいですね。8.5。乗ってみ。めちゃいいから足以外。ああいや本当に足以外ってだったら普通のタイプ R でいいじゃないですか。あ、そうそう。だから
普段はああいう方がいい。だけどこれはほらテスト車両でレース用の開発車両だからさ、うん、テスト用のだからこの足じゃ普段は乗れないわ。そうだね、なるほどね。さあそれでジョンさんどうですか今のお話聞いて点数聞いて。あでもあの思った通りの、あの僕もこれで街乗りはないですって言い切れます。うん、あの気に入らないやつを横に乗せるならいいよ。ああなるほど、そういうやつですね。不快にさせたいなっていうやつを横に乗せるには押し置きか素晴らしくいいやつで押し置きですよ、うん、はい、ありました。以上辛口愛車チェックのコーナーでした。ありがとうございます、うん、改造車買取専門店改造車買取本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。